はいどうも白駒先生です。今日はですねデイリー新潮が報じた山口真央さんがですね、犯人たちに襲われた後、実はその後ですね公園に移動して犯人たちとですね、結構いろんな会話をしてたんですね。でそこのですね音声のデータが、あるらしいんですけども、それをですね今回デイリー新潮が、入手して全部文字起こしにしてですね、報じたんですね。なので今回はですねその文字起こしの内容の詳細プラスそこからわかる山口真央さんの考えだったりとか、山口真央さんが当時思ってたことについてですねいろいろ考えて話していきたいと思います。まずですねこれデイリー新潮がですね、どういう風に手に入れたかっていうと、その第三者委員会が、今回の件を調べたじゃないですか。なかなかざるな、調べ方ではあったんですけども、とはいえ調べて、調査報告書を作って、提出したんですね。でその中にもですねこの録音データがあったってことは記載されてるんですね。で、それを今回デイリー新潮が手に入れて、全文書き起こしたと。で出てくる登場人物としてはですね、まずはこの ABC っていう3人のメンバーがいます。でこの3人のメンバーはいわゆるつながってたメンバーですね。すでにネット上では顔も、名前とかもかなり完全に割れちゃってはいるんですけど、あのメンバーです。 ABC っていう3人がいますと。で次にその犯人グループですね。そのアイドルとつながっていろいろやってしまった犯人を功を打つ兵っていう3人でね表してました、名前として。でさらにそこに山口真央さんっていう登場人物でプラスその山口真央さんの知らせを受けて、そこに飛んできた山口真央さんが信頼をしているメンバー、これを D とします。メンバーは全部でこれが出てきます。山口真央さん、そして、信頼できる D さん、そして犯人グループの功を打つ兵、そしてそいつらとつながってた、NGT のメンバー ABC、 これだけですね登場人物としては。でですね、どういうことがあったかっていうとですね、まずその山口真央さんのところに、功を打つ兵のうち功と打つがですね、要は襲いかかったわけですよ。でそこで、なんやかんやこのすごいわちゃわちゃわちゃっていろいろされたけど、山口真央さんはなんとか逃げましたと。で逃げて泣き叫んだらしいんですね、その廊下のところで。でそこに対してその襲ったコートオツがですねごめんって言って近づいたらしいんですよ。でそこに対して近づくなみたいな感じで山口さんがものすごいキレたらしいんですね。もうキレたというかこうパニックというか、泣き叫ぶというか。でそれに対してコートオツはかなりビビったらしくてですね、こうすれば話せると言われたからやったっていうんですね。つまり ABC とのつながりを認めたというか、そういうことなんですよ。でこの後山口真央さんは D、 その信頼してる D っていう方を呼んだんですね、携帯で。でそれで、さらにコートオツもその仲間である兵ですね集まったわけですよ。でつまりその山口さんと D っていうこの信頼してるメンバー、この2人とプラス相手はコートオツ実行犯プラスここに兵っていう3人が集まって5人で公園に行ったらしいんですね。でここからがですね、録音されてたらしいんですよ、もうやり取りが全て。もしかして、でも録音してたメンバーっていうのはやっぱり山口さんもしくは D さんが録音してたんでしょうね。向こうが録音する、メリットはないですから。でそこでどんな風なやり取りが行われたかっていうとですね、まずあの B がね、B がその ABC のうち B がね、あなたたちをねマンションに引き入れたんでしょっていう風に言うわけですよ。でそれに対して甲乙兵の人たちはひたすら否定するわけですよ。いやいやそんなことない、そんなことない、別に ABC は関係ないよっていうわけですよ。でもそこに対してですね、かなり山口真央さんはキレてるというか、もう相当怒ってるんですね、この口調からしても。なんて言ったかっていうと、正直に言わないとショールームとかでも言うし、警察にでも言ってあなたもその、繋がってたメンバーの人生もめちゃくちゃになるよって言ってめちゃくちゃ怒るわけですよ。でさらにですね、あなたたちが繋がってるビッチと私たちを一緒にしないでくれとかね、で正直に話せと、繋がってることをそのメンバーを辞めさせるからっていうんですね。でもそれに対してですね、ずっとこの功を打つ兵のメンバー3人っていうのはひたすらごちゃ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 言い訳してるんですよね。やっぱねこれすごいのがこのね文章からでもわかるくらい、もうねすごい焦って辻褄合わないこと言ってるんですよ。いやさっきは確かにそう言ったけど、実は繋がってとか、それはみたいな感じでずっとなんかごちゃ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 言うんですね。でそれに対して山口真央さんがひたすらでどういうことなのね、なんとかでしょなんとかでしょっていうすごい怒るんですよ。でそれに対してもそれはなんとかなんだけど、みたいな感じで、もう本当にすごいですよ。全部見たらわかるんですけど、文章から本当伝わってくるんですよね、その人の感情が。本当にもうね、なんとしどろもどろとはまさにこのことだなってぐらいもうわかりやすいんですよ。でさらに山口真央さんは責めるわけですよ。であなたたちがねそのメンバーとつながってるっていうのを私は聞いてるとね、家でも会ってるって聞いてるとね、それがもうずっと否定するから、そんなこと言うんだったら私が今から ABC に連絡つけるよとか言って、その ABC に連絡しようとするんですね。そこまで発展するわけですよ。いやずっと認めないから、そこで完全にこう水かけ論みたいになって、向こうがごちゃ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 ずっと認めないから、で山口真央さんがそういう風に ABC に電話かけるよって言ってこう実行に出ようとしたくらいで、そこでどうやら警察がやってきて、警察も入っての話になるってことで、音声が切れたっていうことなんですね。
まあ、これがですね全文です。めちゃくちゃギュッとね今ギュッとまとめて話しましたけど、まあ、それが詳細ですね。はい。でですねここから何がわかるかってことなんですけどね、まずこういう音源の中に対して山口真帆さんが、まあ、言ってみたらものすごいキレてたわけなんですけど、それをですねちょっと否定するというか、まあ、そこに対して責めてるネットニュースとかもちょこちょこあったんですよね。いわゆるその山口真帆の反狂乱の怒りみたいなねタイトルで、でもそこはね僕責めてあげるのは違うかなって思いますね。うん。ていうのはなんでかっていうと、言ってみたら襲われたわけですからね、襲われてパニック状態になるくらい怖かったわけじゃないですか。いやそりゃキレるでしょっていう、そりゃうん、まあ、確かに山口真帆さんの普段のイメージからは想像できないような怒り方だったかもしれませんけど、それね自分が襲われた側だったら普段の自分にはないような切れ方するって、これは当たり前じゃないですかね。うん。それはね大したことない相手のミスとかね、例えばですけどお店屋さんとかで、ね、ちょっと持ってくる商品間違えたとか、それくらいのことに対して反響乱くらいの時にうわーって怒ったらそれやばいやつですけど、襲われたんですからねこれくらい怒って当たり前ですよ。うん。むしろ怒る人で良かったですよね。結構こういう風に女性が襲われる事件ってはっきり言ってまあうやむやになっちゃうことが多いわけですよ。やっぱり女の子ってやっぱりそのこういうことをあんまり人にも言いたくないし大事にもしたくないから、襲われたとしてもあんまりこう警察にも言わない方ってやっぱ多いらしいんですよね。でそういうのを考えると、むしろこうやって山口真帆さんみたいに気丈にねはっきりと物を言える性格の人で良かったなと思います。じゃなかったらはっきり言ってこの件って黙殺された可能性僕全然あると思うんでね。だからむしろこういう風にまあ反響乱とはいえわーって怒れた人でむしろ良かったと思うんですよね。うん。まあ、だからこそこれが明るみに出たわけですから、はい、だからそういうね風に撮るのが普通だと思うんで、ここに関してなんかその怒り方がどうだとかなんかイメージと違うみたいな、そこを叩くのはもう完全に筋違いというか、もうそこに今注目するのやめようよと思うんで、そこはまず僕は違うと思いますね。はい。で次にですね僕が思ったのは、このやっぱり山口真帆さんは全てが分かってたんだなってことなんですよ。うん。山口真帆さんはですねショールームだったりとかツイッターとかでまあ、繋がってるメンバーがいますとかそういうことは言いましたけど、結局名前は言ってなかったわけですよね。誰が繋がってるんだっていう具体的な名前は言ってなかったわけですよ。でもこの音声の中で、まあ、この ABC っていうメンバーがいるんですけどね、ここは音声の中で当たり前ですけどアルファベットじゃなくてちゃんと名前がありますからね。うん。であったわけなんで、書き起こしの時に ABC に変わってるだけで本当はちゃんと本名があるわけですよ。だからその山口真帆さんはその繋がってる中心メンバーも全部知ってたわけなんですよね。うん。ただやっぱりそのさっき言ったショールームでの発信だったりとか、その後のツイッターでの暴露というか、まあそのね指摘、まあ運営がですねあのクソみたいなその記者会見した時にいろんなことをリアルタイムで指摘してましたけど、ああいうところでは要はその本名とかは絶対言わなかったわけなんですよね。うん。でもあの段階で知ってたわけじゃないですか。うん。だからそれっていうのは多分その運営側にそこから先は任したと思うんですよ。その段階では運営側がちゃんとやってくれると思ったからか分かりませんけど、まあ、もしくはそれは温情だったのかもしれません。最後の温情というか、確かに山口真帆さん自身はその犯人たちの実名も全て分かった、犯人たちっていうのはその繋がってた人たちですよ、繋がってた NGT48 のメンバーも全部分かってると。でも最後までやっぱり自分の口だったりとか、ねそのツイッターとかそういうショールームでは一切言わなかったわけですよ。だからそれはやっぱり運営側がねこのことに関してはちゃんと発表すること、裁くことっていう風に考えてたからだとは思うんですよ。だから私が言うことではないみたいなね。うん。でその言うことではないっていう、その言わないことにかこつけてね隠そうとした運営に対してより怒るからこそ、やっぱりあれだけねことがさらにでかくなったと思うんですよ。うん。だからそのやっぱりねその山口真帆さんはさ、まあまあね最初から分かってたんだけど、あえて言わなかったってことなんですね。あえて、うん。まあそこは任したわけですよね、運営側に。ここから先はあなたたちですよっていうね、ちゃんとそこについてちゃんとこのメンバーとこのメンバーとこのメンバーがつながってました、じゃあこのメンバーたちにはこういう罰を与えます、こういう例えば謹慎か何か分かんないですけどねさせますっていう風なとこまでやってほしかったんでしょうね。うん。で最終的に山口真帆さんはそのメンバーの名前も言わずにね、このまま最終的にはちゃんと言葉とか文章では一言も言わずに、まあ今回卒業していったわけなんですけども、まあ、だからそこもですね、まあそこは AKS に託したというよりも、まあ、そこは自分のやる領分のとこではないっていうふうに思ったのかもしれませんね。だから何度も最後のね温情というかそこなのかもしれないですね。うん。それをだって発表することは簡単じゃないですか。メンバーの誰々と誰々と誰々ってやつに、私はこういうふうに、ね、こういうあいつらが支持してなりましたって言えることはもう言えるわけですよ、全部知ってるわけですから。でもあえて言わないっていうね、この最後のなんかこう、情けというとあれですけどっていう感情があったのかもしれないですよね。そこはあなたたちでやってくださいとね、私が言うことではないということなのかもしれませんね。はい。まあそんなわけですね、今言ったその一連の流れから分かる、まあ、山口真帆さんの感情とか思いとかこういう感じかなというふうに思ったというお話でした。はい。まあ、そんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。